ノーマン・ロックウェルはアメリカ合衆国の画家、イラストレーター。軽いタッチでアメリカ合衆国の市民生活を描き、アメリカ合衆国で幅広い大衆的人気を持つ。祖先はイングランド系。ニューヨークで生まれ美術学校を出てからアメリカボーイスカウト協会の雑誌などに絵を描き始める。ボーイスカウト運動に対して多大な貢献を果たしたことに対して後に、 世界で十数人しか与えられていない功労賞であるシルバーバッファロー賞が送られている。田舎町の庶民の愛髪や暖かな人間関係を描いた画家だが、彼自身が育った家庭は、それとは異なり。彼の絵は1916年から1963年にかけてサタデーイ,イーブニングポスト紙の表紙を飾ったが、とりわけ1940年代から1950年代の ものが人気がある。彼の絵は、商業主義的で一部の近代美術批評家からは、真面目な画家とは扱われず、イラストレーターと呼ばれることもあるが、アメリカ合衆国の市民生活の愛観を巧みに描き、アメリカ人の心を捉えているため、最もアメリカ的な画家の一人とも言える。ユーモラスな作品が多い一方、後期の代表作、ザプロブレムウィ e オール・ライブ・ l i With を描いており、 社会性の強い、激しい一面も見せた。多作であり、生涯に2000を超える作品を描いたが、1943年に彼のスタジオで起きた火事で多くの作品が消失し、残った作品もほとんどが美術館の高級的、所蔵品となっている。また、彼に作品を依頼して表紙などに使った雑誌で、完全な状態で残っているものは極めて少ないため、 発見されると、数千ドルの値がつくこともある。2006年には、1954年の作品である、息子の旅立ちが1542万 US ドルで、落札された。アイゼンハワーや、ジョン・カイ・ケネディ、リンドン・ジョンソンなど政治家の肖像を描いたこともある。ハンバート・ハンバートとノーマン・ロックウェル、映画ロリータの耕材を再興する、中田明子 ナムサン短期大学企業32巻2004年ありがとうございます。